では始めさせていただきます、理化学研究所、免疫アレルギーセンターから来ました近藤と申します。本日はですね、次世代シーケンサー、最近はまあ第3世代のシーケンサーも出てきましたので、まあ、第2世代シーケンサーとも呼ばれますけれども、まあ、そういう次世代シーケンサーというのがどういうものなのか、それから、まあ、こういうシーケンサーが、まあ、大量の配列データを出してきてるんですけども、それがどういう使われ方をしているのか、そして、どういう結果が出ているのかというようなことを、話させていただきたいと思っております。皆さん写真ぐらいは見たことがあるかと思うんですけども、これらが次世代シーケンサーの写真です。左側からこれが、まあ、454ですね、ロッシュ社が売り出している454で、この中央にあるのがこれがソレクサ、まあ、ソレクサ社っていうのが、まあ、イギリスの会社で、この会社が開発したんですけども、2006年の12月にこのイリミナがこのソレクサを買収しまして、今イリミナ社が売り出しております。で、一番右にあるのがこれがABI が売り出しているソリッドマシンです。で、まあ、この、まあ、写真で見るとちょっと分かりにくいかもしれませんけども、これ1台1台これ1つの机に乗るぐらいのコンパクトなマシンです。決してこの巨大なマシンじゃないです。で、まあ、この一つ一つのこの小さな、まあ、コンパクトなマシンがもう巨大なデータを出してくれるというようなことです。で、ここにですね、まあ、次世代シーケンサーがの特徴ですね、どういった長さの配列を出すのか、それからスループット、1回の、シーケンスランで一体どれぐらいの量 の配列を読んでくれるのか、それから、まあ、エラー率ですね、それから、まあ、大体の見積もりですけれども、1回のオペレーションでどれぐらいの時間がかかるのか、それから値段的にどんなものなのかということはちょっとここで比較してみました。で、旧来、まあ、皆さんご存知のようにこの三角方式のこのクローニングを必要とされるシーケンスですけれども、これは1回のオペレーションで読めるのはせいぜい 300KB 以下です。それで、まあ、長さはまあ確かに、まあ、700ベース平均ぐらいで読むことができます。で、まあ、エラー率はまあ 1% よりは相当高いんではないかと思います。まあ、クローン1つあたりも100円ぐらいが目安だというふうに私は聞いております。で、次のこの454ですけども、このマシンは平均の長さですけども400塩基ぐらい読めます。そしてシーケンス1回のオペレーションでシーケンス出すシーケンスの量ですけども約0.4ギガ塩基です。これから私はこの 量としてこのギガを使います。ギガっていうのは10の9乗です。10の9乗塩基ということです。で、まあ、エラー率は約 1% ぐらいです。で、まあ、シーケンスこの1回のオペレーションに、必要な時間ですけども、まあ、約半日とか1日ぐらいで終わるそうです。で、まあ、値段的には、まあ長さ、まあ、どこに頼むかにもよるんですけども、100万から、まあ、大体400万前後ということらしいです。で、次のこのシーケンサーですけども、ソレクサあるいはイルミナ、私はこれからソレクサと呼びます。ソレクサマシンですけれども、読める長さっていうのはこのやっぱり初めの2つのサンガーとか4号に比べて今のところまだ短いです。今のところだいたい75塩基あるいはまあ100塩基ぐらいが読めます。ですが、この1回のオペレーションで出てくる量っていうのはもう今普通のシーケンシングでもう30ギガ超えます。30ギガというとこれは1ゲノムの10倍です。で、まあ、エラー率に関してはもう 1% を超えることはありません。通常のランですけれども、で、まあ、値段的にはまあ約2,300万、1回のオペレーションで2,300万、それから1回のこのランに使われる時間ですけれども、これは75塩基読んだ場合、75塩基をまあペアで読んだ場合、まあ、ペアっていうのは後で説明しますけれども、約1週間から10日ぐらいかかります。で、まあ、どうして10日もかかるのか、これは後でもうちょっと細かく説明します。で、あと、まあ、ソリッドっていうの、ソリッドマシンっていうのはこの、配列帳とかこのスループットっていうのは、まあ、このソレクサに似てるんですけども、ちょっとエラー率とかこのコストっていうのは私はよく、知りません。で、ちょっと、まあ、今日はソリッドのことを少しは話しますけども、主にソレクサのことを
まあ、4号のことも交えながらですけども喋ります。その理由っていうのは後々喋ります。一番最後にこのパシフィックバイオサイエンスがこの今売り出し中のですね、あのスマートっていう SMRT っていうシーケンサーがあります。これはあの第2世代次世代ではないです。第3世代のシーケンサーと呼ばれているものです。でこれはあの今年になってアメリカとかヨーロッパ の, あの大シーケンスセンターに試験導入されて今あの試験のための稼働中というふうに聞いております。でこのスマートっていうシステムについては今日私は原則的には喋りません。で、まあ、この次世代シーケンサーが本当に現れてですね、何が変わったかっていうと、繰り返しますけれどもこの1回のランで出てくるシーケンスの量がもうドカッと変わったわけですね。ここでまあ454が2004年ですね、2004年にあの454の、まあ、初めのバージョンですね、今あの 0.4 ギガ塩基読めますけれども、この頃はまだあの 100メガベース 0.1 ギガ塩基も読めなかったんですね。ですが、まあ、あの旧来の参加方式のシーケンスに比べて、まあ、もう読める、1回のランで読めるシーケンスの量が、まあ、増大ぐらい増えたということです。でさらにですね、2005年にこのソレクサーのシーケンサーがあの稼働するようになりますと、さらにもうドカッとまた増えまして、もうあのまさにここでもう飛躍的にシーケンスキャパシティが、増加したわけです。で、まあ、その後もですね、プラットフォームである、まあ、ソレクサーとかソリッドっていうマシンの、まあ、変わりませんけども、同じシーケンサーを使ってもやっぱりあのソレクサも導入当初の頃は読める長さが短かったんですね。5円機ぐらいしか読めませんでした。でも今やっぱりこの読める塩基の長さも増えまして、まあ、75とか 100円機ぐらい読めるわけです。まあ、そういうこととか、まあ、あの他、まあ、あのシーケンサーの性能なんかも上がってまして、まあこの2006年からでももう全時、まあこういうふうにあのシーケンス、シーケンスのキャパシティが全時上がってきているというのが、現状です。でここにですね、あのシーケンサーを使う際に、まあ大まかなこの、あの領域ですけれども4つぐらい分けて、まあこの今紹介した旧来の参加方式、それから454、ソレクサ、そしてソリッド、そしてまあこのパックバイオのこの、あの第三世代のシーケンサーまで、これあの、まあ、期待、こういうことに読まれる、こういうことに使われるだろうという、まあ、予測なんですけれども、まあ、この、どういうふうに使われているか、それから使われるだろうかというようなことをちょっとこの分類してみました。で一つはこのリーシーケンシングっていうのは、まあ、あの基本的なもう配列は分かっているものをあのもう一回読もうってやつです。例えばあのヒトゲノムとかマウスゲノムについては、これあのレファレンスゲノムって言いまして、まあ、NCBA があの出してますけども、そういったもあの大体のもうシーケンスが分かっているもの、それをあの、まあ、ちょっとまだ不正確なところを埋めるためにあのもう一回読んでみようってやつ、まあ、リーシーケンスですね。でチップシーケンスっていうのは、これはあの転写因子がバインドするところとか、あのヒストン就職、ヒストンに就職が起こっているところとかの、そういったあのところの DNA を、まああのまあ、免疫チンコという方法で落としてきまして、そこを、シーケンスするという方法です。で、まあ、スニップ解析、まあ、スニップをはじめとする、まあ、あのゲノム変異ですね、それを、検出するためにシーケンスをする場合、で最後がこのデノバアセンブリーっていうのは、後であの例を挙げながら細かく説明しますけれども、要するにまだ全然ゲノムも何も分かってない、例えば、まあ、あるあのバクテリアについてはもうゲノムのシーケンスも分からないし、遺伝子の配列もまた全然分かってない、そういったものをこのシーケンサーで読んで、そして元のゲノムをあの再構成していこうっていうあの方法です。まあ、それをデノバアセンブリーと呼ぶわけですけれども、まあ、この各5つのシーケンサーがどのぐらい使われているかということをちょっとここであの出してみました。この20丸というのがまあヘビリーユーズ、まあ、一番非常にたくさんあの使われているということです。で、まあ、丸が、まあ、通常に使われている、そして三角というのはあまり使われていない、
でこのかけるまあペケですけども、これはもうあまりというかほとんど使われていないということで分類していました。まあ、3階方式のこのまあ旧来のまあ ABI の主検査ですけれども、まあ、リーシーケンスとか、まあ、このスニップの、あのゲノムスニップをはじめとするゲノム変異 の、 あの解析であるとかゲノムアセンブリーに、まあ、少しは使われています。まあ、チップシーケンスをこの3階方式を使って やったって聞いたことありません。で454のシーケンサーですけれども、リーシーケンスには それなりに使われております。でチップシーケンスには使われたって私は聞いておりません。それからこのゲノム変異ですけれども、これは、特にあの454が導入された2004年からおそらく 2,3 年の間は相当使われました。でこのデノバアセンブリについては、これはあのバクテリアのゲノムが主ですけれども、まだ相当使われております。でこのソレクサのシーケンサーに関して言えば、この4部門全部あの非常にあの頻繁に使われております。でソリッドについては、まあ、このリシーケンスとこのチップについてはあのそれなりに使われております。でも後のこのゲノム変異とデノバアセンブリについてはあまり使われているのというのは聞いたことがありません。パシフィックバイサイエンスのこのシーケンサーですけれども、あのもしあのそれなりの性能があるということが証明された場合ですけれども、おそらく使われるのはこのリーシーケンス、これがゲノム変異、それからこのデノバアセンブリにもそう使われると思います。でちょっと今言い忘れたんですけども、このシーケンサーはあの相当長い配列が読めます。確か、10万ベース10万塩基を超えて読めるはずです。まあ、これはあのエクスペクテーション、まあ、つまりこれは予測です。まだ分かりません。で、まあ、あのここでご覧になって分かるようにですね、この4部門すべてにおいてやっぱりあの一番たくさん使われているというのはこれやっぱりソレクサなんですね。でこの理由もありますけれども、今日はソレクサの話が中心になります。でこれはですね、この、まあ、ニック・ローマさんって人がですね、去年1年間でこの NCBI にあの提出されたバクテリアのゲノムですねを読むのに、まあ、どういうものがあのどういうシーケンサーが使われたかっていうのをここでまあ出してくれてます。そうするとやっぱりまだバクテリアのゲノムのこの、まあ、アセンブリっていうのはこの454を使った配列が中心なんですね、一番多いんです。で、まあ、次にこ の、 あのソレクサ、まあ、イリミナですけども、ソレクサシーケンサーが次に多いです。そして454とそれイリミナを両方使うっていうのが、まあ、まだ結構ある。であと、まあ、ABI、まあ、これがあのソリッドですけども、ソリッドであるとか旧来の3階シーケンサーを使うっていうのもあまりありません。でこれはですね、まだこの454が一番多いんですけれども、ちょっと私もこれ見たときはこっちソレクサがもうちょっと多いかなと思ったんです。ただまあ、去年出てきた配列ですので、おそらくまあこのソレクサの配列っていうのは結構まだ短い配列を使ってるんじゃないかと思います。例えば36塩基であるとか50塩基、51塩基、そのぐらいの長さ の、 あのソレクサリーダーを使っておそらくアセンブルをしたバクテリアルゲノムがおそらく去年1年間ぐらいでたくさん出てきたんじゃないかと思います。で今もソレクサシーケンサーが読める長さが75塩基、あるいはもう今通常101塩基を使います。ですのでおそらくもう今年あるいは来年ぐらいになってくると、このソレクサを使った、ソレクサを使って読んだあのバクテリアのゲノムの量っていうのがおそらくトップになるんじゃないかと私は予想しています。でちょっとまあここで私がこの個人的にですね、次世代シーケンサーにどんなこと、どんなふうに関わっているかちょっと喋らせてもらいますと、これ2007年の3月にですね、日本に一番最初のソレクサシーケンサーが入りました。これまあ理研に入ったんですけども、そのシーケンサーは私はまあこのイルミナのこの長崎さんって方がまあエンジニアだったんですけども、この方と1年間ぐらいこれを、要するにオペレーションしました。約30ランしてシーケンスの解析は私がやりました。今はですね、これいろんな用途がソレクサのシーケンサーっていろんな用途があるんですけれども、この転写物ですね、 RNA の解析であるとか、あるいはまあこのチップセグ、要するにヒストンの収束サイトを測定するような研究主なんですけれども、まあチップセグのデータも解析しております。それでまあ
その他に、まあ、あのバクテリアピロリ菌ですね、ピロリ菌のゲノムをこのソレクサで東大カシアの鈴木さんのところで読んでいただきまして、それを私がアセンブリするようなこともしております。それから、まあ、実際のデータではないんですけども、このソレクサデータを、まあ、シミュレーションしまして、まあ、一体どの程度のことができるのか、あるいは、まあ、どういう工夫をしなければならないのかというようなこともやっております。そして、まあ、スニッパーをはじめとするゲノム変異の解析ですけども、これは今2つぐらいのゲノムについて、2つのゲノムについて、解析作業を私が行っております。で、まあ、454のデータにつきては、これこの口の中にいるバクテリアの、まあ、メタゲノムですね、その、研究もしております。で、まあ、さっきも言いましたけれども、私の経験が、まあ、ソレクサに偏っていることもありますが、今現在やっぱり次世代シーケンサーのプラットフォームで一番たくさん使われているのがソレクサというようなこと、いうような事実もありますので、今日はですね、このソレクサシーケンサー、あるいはこのソレクサシーケンサーが出した、配列データの解析を主に話をさせていただきます。で、ここにちょっと大まかな流れを書いたんですけども、まあ、もう始まってるわけですけれども、まあ、シーケンサーの歴史については、まあどういうふうに、まあ、シーケンスできる量ですね、たものが変遷してきたか、それから、まあ、シーケンステクノロジーについてちょっとこれからしゃべります。それから、まあ、各シーケンサーの、まあ、特徴であるとかいうようなことですね。で、やっぱり皆さん一体どんな結果が出てるのかっていうのことが、まあ、一番興味があるんじゃないかと思いますんで、まあ、いくつか主なものをこれも最先端の研究ですけれども紹介します。まず最初がこの転写物の研究ですね。遺伝子、発現している遺伝子ですね、 mRNAseq っていうんですけども、まあ、そういった解析で一体どんな結果が出てるのかを一番最初にしゃべります。まあ、これは私も共同研究で研究してますんで、そういった結果もちょっとは紹介したいなと思っております。で、次にですね、要するに免疫沈降で落としてきた DNA の解析ですね、まあ、チップセグの解析というわけですけれども、この中でまあ、ソレクサシーケンスが出てきてから、まあ、飛躍的な、まあ、発展みたいなものがあったわけですけれども、ヒストン修飾を中心にするこのエピジェネティックスタディですね、こういったもののやっぱり例を紹介したいと思ってます。で、次がですね、まあ、アセンブリーベース、まあ、アセンブリーってもう後で細かく説明しますけれども、例えば、まあ、ソレクサシーケンスが出す配列ってのは今でも、まあ、せいぜい100ベース100塩基です。でも1塩基一つ一つのリードは100塩基と短いんですけども、まあ、アセンブリーという方法を使ってですね、結構元の配列の大きな部分を再構成できるんですね。まあ、そのアルゴリズムとか、まあ、どういう成果が出てるのかっていうようなことを、まあ、ここで説明したいと思ってます。で、最後にゲノム変異の、要するにソレクサシーケンスを使った、まあ、ゲノム変異の、ディテクションの状況というようなことも最後に説明したいと思ってます。時間が余ればもうちょっと、まあ第三世代のシーケンスは、まあ、パクバイオのスマートとかですね、まあ、他のことも説明しますけども、おそらく時間的には厳しいと思います。ですね、まあ喋り始める前にどういったことが結論になるのかってもう一番最初に言っておけばですね、次世代シーケンサーが出す、まあ、配列、まあ、454はちょっと長いですけども、例えばソレクサに関して今はもう100ベースぐらいです。まあ、旧来の酸化シーケンサーが出す、まあ、配列の平均が700塩基ですから、まあ、それに比べて、まあ、相当短いんですね。ですけれども1回でやっぱりどれぐらい、まあ、量のシーケンスを出してくれる、例えば、まあ50ギガのシーケンスを今出すことは普通にできます。まあ、これは、まあ、ヒトゲノムの、まあ、17倍であるわけです。で、まあ、短い配列なんだけども非常にもう巨大なデータ出してくれる。で、まあ、たかだか100塩基の、DNA だったらこれは、まあ、解析することは非常に難しいんですけれども、いろんな、まあ、コンピューターでインプレメントできる、まあ、アルゴリズムですね、そういった、まあ、先端的なアルゴリズムを使いまして、この解析が、まあ、可能になるようになってきているわけです。で、このアルゴリズムについて相当説明します。
まあ、そのアルゴリズムを使って今もう革命的な結果が出始めたというようなところです。まあ、この背景にあるのはやっぱりこのシーケンスデータもこんだけ巨大なものを出してくれるわけですけれども、やっぱりもうあのパソコンですね、パソコンのこのパワーがものすごいもう飛躍的にこれも高まったというようなこともあのこの解析を可能にしている大きな理由だと私は思います。今もう例えば64ギガのメモリを積んだですね、あるいはまあこの1テラバイトのハードディスクを積んだ PC でもそんなに何百万もしない、もう何十万ぐらいで買えてしまう。まあ、次世代シーケンサーがこういう巨大なデータをまあ出してくれるわけですけども、それを解析するだけのまあこのコンピューターパワーについても手頃の値段でまあ手に入れられるようになったということです。これは皆さんご覧になったことがあるかもしれませんけども、これソレクサシーケンサーで使われるこれがあのプロセルというものです。でこれはですね、ここに DNA のフラグメントを載せるわけです。これちょっと拡大してますけど、これ手のひらに乗るぐらいの大きさです、まあ、ガラスでできたスライドなんですけれども、ここに、まあ、DNA のフラグメントを載せていくわけですね。でその DNA のフラグメントの、DNA 配列をこのシーケンスが読むわけです。で1回のオペレーションで使うのはこれ1つの、ただ1つのスライドです。いくつも使えません、たった1つです。でこの一つの小さなこのスライドに載せた DNA を読むと、まあ、例えば50とか90ギガの配列が1回で出てくるわけです。で、まあ、この概略どうしてこんなに小さいですよ、この裏ガラスのスライドに載せた DNA からこんなにたくさんの50ギガとか90ギガのシーケンスが出てくるかを、もうそのカラクリみたいなものも概略ですけども、ちょっとだけ話をさせてください。これがさっき見せたフローセルです。まあ本当小さいものなんですけど、これ8つのレーンに分かれてます。8つレーンあります。で1レーンについてはこれこのイラストではこれ60体あります。このまあ60セルあるわけですね。でまあ、この一つ一つのタイルに関して、一つに対してこのレーザーを当ててこのイメージを取っていくわけです。まあ、ちょっと細かいことは次のスライドで喋りますけれども、まあ、この一つ一つのタイルにこの DNA のフラグメントが載ってるわけです。これはまあ大まかな流れをちょっと説明します。細かいことは私も分かりませんし、細かい作業とか反応については理解していただく必要もないかと思います。まずですね、 DNA のフラグメントを、まあ、用意します。でそこにこうやっぱり両端にこうアダプターをつけるんですね。そしてさっき見せましたガラスのスライドにこれをアタッチするわけです。まあ、ここにプライマーがたくさんついてまして、まあ、ここにひっつくようになってるわけですね。でひっついた後に、まあ、ブリッジ PCR と言いまして、まあ、ここで、まあ、増幅をするわけです。でその後でこの、まあ、ダブルストランドになったものをシングルストランドにしまして、その後でここで、まあ、もう一回、まあ、本格的なアンプリケーションをするわけです。でここで何て言うんですかね、フラグメントが相当増えます。まあ、これをクラスターと呼ぶわけです。でこの一つ一つのクラスターに対してこのレーザーを当てるんですね。レーザーって4種当てます。これは4塩基 ACGT に対応するレーザーを当てるわけですけれども、で1回レーザーを当てるごとにこの写真を撮るんですね。でその写真を撮った後にそのこの写真の、まあ、このスポットですね、これをまあ機械的に処理しまして、まあ、コンピューター、まあ、コンピューターのソフトで処理するわけですけれども、このイメージを元に、要するにそこの塩基が A だったか C だったかっていうのをまあベースコールしていくわけです。で、この時ですけれども、ここの反応ですけれども、要するにACGT に対応する台をつけるんですね。まあ、蛍光色素をつけます。でポリメラーゼを使ってこの
1塩基だけですね、各クラスターに1塩基だけこのポリメラーゼがこの塩基をこう反応させるわけですけれども、要するにそのまあレーザーを4種類のレーザーを1回ずつ当てていくことによって、要するにこの、まあ、蛍光するシグナルが違ってくると。でそれをもとに、まあ、A だったか C だったか G だったかっていうのを、まあ、区別していくわけです。もうちょっと詳しくしゃべりますと、まあこれは実際の映像です。でこれ4つ見せましたのはこれが A、C、G、T に対応します。でこれは一つの対流に対して取ったイメージです。でまあここで光ってるのがこれがこの塩基についてはこれが A だったクラスターです。でここで光ってるのが C、まあ、G、T になるわけです。で例えばですね一つの例に120タイルあった場合、これ1塩基について、まあ、4回レーザーを当てるわけですね。まあ、4種類のレーザーを当てるわけですけれども、で、まあ、1ベースに ついてはこれが、まあ、3860イメージ取られます。要するにこのイメージの量ってのは半端でない量です。じゃあもう一回喋りますと、まあ、ここの部分なんですけれども、要するに1塩基ずつポリメラーゼを使ってまあ、4つの違った台を、で蛍光されたこの、まあ、塩基を、まあ、反応させていくわけですけれども、その1回1回についてこのレーザーを当てまして、そして、まあ、イメージを取っていくわけです。でそのイメージというのが今ここで見せますように、これが1つの対流の1ベースに対して取った4種類のイメージです。これが A、 例えば CG、T に対応するイメージです。で、まあ、ここで反応してるここで今光ってる、塩基についてはクラスターの塩基についてはこれが A だった、でここについては C だった、 G、T だというふうに、まあ、このシグナルの、まあ、強度によって、まあ、ベースコールを していくわけです。でですね、今ソレキサのシーケンサーについて説明しましたけれども、まあ、ポリメラーゼを使ってこの、まあ、蛍光色素をつけた塩基を反応させて、まあ、それが反応するこの色素でもってこのベースコールをしていくっていうのはこれ454とかソリッドともかなり共通します。ソリッドの場合はポリメラーゼじゃなくてリガーゼを使うわけですけども、まあ反応によって起こる、まあ、フローレセンスの、まあ、蛍光のシグナルを、まあ、ベースにするということは共通してます。でこの、出てきたシグナル蛍光シグナルを、まあ、スキャンしまして、まあ、そのスキャンした写真ですね、まあ、それをイメージ解析することによって、まあ、ベースコーリングするということも共通してます。でまあ1回のランでなんでこんなにたくさんのシーケンスが出てくるかってことなんですけども、これはやっぱり一度にですね、まあ、この非常にたくさんのこの DNA のフラグメントについて、まあ、同時並行的にこれを行えるからです。例えばまあこれ1億個から10億こういうオーダーの DNA フラグメントを、まあ、同時並行的にまあ、シーケンスできるというようなことです。まあ、同時並行、まあ、マッシュパラレルということですけども、まあ、同時並行的に行えるからこそ、まあ、1回で何十ギガベースという、まあ、配列が読めるわけです。まあ、こういうものをやっぱり可能にしてるっていうのは、やっぱり例えば、まあ、繰り返しますけども、こういうもう本当に 手のひらに乗るぐらいのこのグラスライトに載せたですよ、DNA の、 断片を同時並行的にこういう、まあ、解析 できるというのは、やっぱりこれ、まあ、ナノテクですね、まあ、最先端のナノテクであるとか、まあ、レーザーをはじめとするこの光学機器、それから、まあ、ソフトウェア、それから高速な、まあ、
電子回路に支えられた、まあ、このイメージプロセッシング、まあ、こういった、まあ、本当最先端の機器が、まあ、この集権さんの中に、まあ、凝縮されているというようなことではないかと思います。でここでちょっと、まあ、どうしてこれが、まあ、第2世代と呼ばれるのかってことなんですけども、まあ、第3世代にここに、まあ、パクバイアのこのスマートってシステムも出てますけれども、第2世代ではまだこのライブラリーの時にアンプリケーションするんですね。それに対してこの第3世代のこのパクバイオのこのスマートシステムになりますと、これはもうアンプリケーションしない、まさにこれがシングルモレキュールになるわけです。で、まあ、シングルモレキュールにならないと、まあ、第3世代とは呼ばれません。まあ、454 の、 集計についてまあ、ちょっとだけ説明をしますとですね、これはまあグラスライドではなくて、この小さなビーズにこうあれです、ひっつけたこの DNA を読んでいくわけです。で、ソレキサと違う、何が違うかっていうと、まあ、ソレキサシーケンサーは1ベースごとインコーポレートさせながら読んでいくわけですけれども、454の場合はですね、この混ぜるあれですね、塩基を1種類ごと変えていくわけです。ですので、例えばこの連続塩基が連続してある場合ですね、 AAA とある場合、これは一気にこれポリメラーゼがこれもうこの3ベースにもう DNTP をつけてしまいますということですね、ことですので、この同じ塩基が連続してある場合はこれは続けてつけますので、やっぱりシグナルが大きくはなるんですけれども、まあ、ここでちょっと、まあまあ、これはホモポリマーって呼ぶわけですけれども、ホモポリマーに関してこの454がちょっと、まあ、エラーが多いと言われる理由です。ソリッドについてはですね、もう細かいこと言いませんけれども、これはソレキサの場合、これ1塩基ごと読むわけですけれども、ソリッドはこれ2塩基ごと読みます。で、ソレキサの場合、シグナルは1回しか測定しませんけれども、これは2回3回リタンダントにやるんですね。まあ、これは なんでこういうことをやるかっていうと、まあまあ、集権精度を上げることを、まあ、目的にこういうことをやろうとしたわけです。で、これが実際の454のシーケンスです。平均で400倍塩基と言いましたのは、これ配列帳っていうのは同じシーケンシングのランでもかなり変動します。これ平均が400塩基ということで、短いものは、100塩基以下のもありますし、長いものは600塩基以上のものもあります。要するに454のシーケンスの場合、平均が400塩基ということで、シーケンスの長さは一定してません。かたやソレキサのシーケンスですけども、これはもう長さは同一です。1回のランでもう例えば75塩基読もうということを決めたならば、全配列75塩基です。74とか76ってのはありえません。全部75塩基です。で、まあ例えば30ギガの、まあ、シーケンスが出たとするならば、2億×2 ですね、まあ、ペアエンドで読んだ場合ですけども、4億配列、つまり、まあ、2億ペアの配列が1回のランで出てくるってことです。で、まあこのシーケンサー、この次世代シーケンサー使われようって方からちょっと相談を受けるので多いのが、454を使おうかソレキサーを使おうかって、まあ、相談が非常に多いんですね。まあ、それぞれアドバンテージはあるんですけれども、まあ、454は、まあ、確かに酵母菌であるとか、あるいはまあこのバクテリア的なものは、アセンブリーに相当たくさん今でも使われてますし、出た当初 2,3 年は非常にたくさん使われました。で、まあ、これジェームス・バトソンさんの、ゲノムのですね、
あのスニップをはじめとするゲノム変異の形質にもこの454のシーケンサーが使われました。であのメタゲノムとか、まあ、メタトランスクトームですね、そういったものの解析にも相当使われています。まあ、400塩基ありますとですね、あの遺伝子のまあプレディクションができるんですね。やっぱりあのそれ記載で75塩基とか100塩基ということになるところ、まあ、遺伝子の予測っていうのはなかなか難しいんですけども、まあ、400塩基あると、まあ、遺伝子の予測っていうのが、まあ、あの結構正確にできるようになる。で遺伝子の予測ができるようになってきますと、例えばメタゲノムに関して言いますと、あのどういったあのバクテリアがいるかとか、どの程度いるかとか、あるいはまあその遺伝子にコードされている、まあ、あの機能ですね、そういった、まあ、どういった機能を持った遺伝子が多いのかとか、あるいはまあそれを基本にして、まあ、あの まあ、メタボリックパスウェイ の、まあ、エスティメーションですけども、まあ、そういうこともある程度できるわけです。ただまああの454のシーケンサーに関して言えばですね、まあ平均400塩基と長い、まあまあ長いんですけれども、まあ、これはまあアドバンテージでもあったわけですけれども、あのさっきも言いましたようにこの読む配列にこの連続した塩基がある場合、このホモポリマーですね、このホモポリマーに関してこれはやっぱりエラーが多いっていうふうに言われてます。例えばまああの1塩基ごとあの反応させるわけではないわけですので、例えば A がこうやって連続してますと、あのこの5塩基に関して全部反応を一気に起こしちゃう。まああのロッシュが言うにはこの1塩基と2塩基3塩基と増えていくにつれてこのシグナルの強度が上がってくるんで、あのそういう間違いはあまりないっていうふうには言われてますけれども、実際まあその辺の問題っていうのはまあそんなにまあ完璧には解消されてないようです。でまあ 0.4 ギガ1回のランで出てくるわけですけども、まあ今ソレクションのこの、まあ、30ギガとか50ギガに比べれば、まあやっぱり50分の1以下ということですよね。でまあこれから話します、まあ、RNA セクであるとかチップセクであるとか、まあ、リーシーケンスについてはこのやっぱりスループットの少なさっていうのがやっぱりどうしても大きなディスアドバンテージになってくるような気がしております。でそれ記者もですね、今100塩基ぐらいが、まあ、通常に使われる塩基帳ですけれども、おそらくもう今年中ぐらいにはですね150塩基のペアエンドがおそらくもう主流になってきます。でそうしてくるともうアセンブリングも加えてですね解析しますと、まあ、この解析もできるようになりますので、このやっぱり454シーケンスのアドバンテージというのはまあ相対的にこれから下がってくるのではないかと思います。で、まあ、それからシーケンサーですけれども、まあ、このやっぱりエラーが低い 1% を超えることがあまりない。で、まあ、先ほど見せた表にもありますけれども、まあ、チップセク、RNA セク、それからゲノム変異の解析、それから配列アセンブリーをベースにした解析、そういったものを含めておそらくもう9割あるいはまあ 95% ぐらいの頻度で割合でですねこのシーケンサーが使われておるような今状況です。でおそらくまあここしばらくはこのソレクサシーケンサーっていうのが次世代シーケンサーで一番使われるプラットフォームでとしておそらく今年来年ぐらいは少なくとも使われ続けるのではないかと思っております。でソレクサシーケンサーのこの今シングルとかペアとか言ってましたけども、どういうことかって言いますと、このシングルリードっていうのはこれDNA のフラグメントの片側から読んだもの、これをシングルリードと言います。でペアードリードっていうのはこのDNA フラグメントのこれは片方だけじゃなくて両方から読むんですね。で、まあ、このペアードエンドが どうして、まあ、いいのか、どうしてこういうことをやるのかっていうのは、まあ、大体想像できると思うんですけども、それ説明しますと、基本的にですねこのショートリードのシーケンスの解析にはこれ、まあ、ゲノムへのマッピングが使われます。
まあ、ここにあの実際のシーケンスを見せておりますけれども、要するにこのシーケンスをこの例えばこれヒューマンゲノムですね、ヒトゲノムのこの24本のこの、染色体の配列にこれをマップしていくわけです。要するにこの一つ一つのこの配列がどこにマッチするかをあのソフトウェアで検出していくわけです。まあ、それをマッピングで呼ぶわけですけれども、まあ、これあのマップしようとしてもこれあの例えばこれユニークマップっていうのはこれ例えばこの配列がマッチするところがこのヒトゲノム全体の中で1箇所しかないところです。それをまあユニークマップと呼びます。で次のこのマルチマップですけれども、例えばこの配列がマッチするところがですねこの、ヒトゲノム上3箇所ある、これも結構あります。例えばまあこのリードがこういう配列だったとしますよね。そしたらクロモゾーム2番11番 X この3つにまあもう完全に同一の配列がある、これは結構ヒトゲノムの場合あります。これはデュプリケーションもありますしリピートもあります。ヒトゲノムってのはデュプリケーションも多いですけども、ヒトゲノムの最低4割あるいは5割ぐらいがリピートです。でこ のこれマルチマップと言いますけども、このマルチマップも相当多いです。で3つ目ですけども、これはソフトウェアでいくらこれをマップしようとしても、まあ、もちろんある敷地を満たさないということなんですけれども、マッチするところがない、こういったものもあります。これをアンマップと呼びます。これはまあ、1回ごとのこの、シーケンスランでもよるし、チップセク、RNA セク、あるいはこのゲノムのシーケンス、をやるかにもよるんですけれども、このユニークマップ、マルチマップ、それからアンマップのこの比率っていうのは結構変わってきます。でどうしてこのじゃあペアエンドがいいのか、ペア要するにフラグメントの両端から読むのがいいのかっていうと、これもう想像できると思うんですけど、これユニークマップの比率が増えるんですね。やっぱり解析に使うのはこのやっぱりもうユニークマップがしか使わないケースが多いです。なぜかっていうとこマルチマップになってきますと、これは二度もどこから来たかわからないわけです。ですので通常の解析ではこのマルチマップっていうのは無視します。でまあこのできるだけユニークマップのユニークマップの配列の割合を、まあ、大きくしたいわけです。でまあもう想像できると思うんですけれども、ユニークマップの割合を大きくするには、一つはやっぱりこのリードレングスですね。リード長を長くする。これは短ければ当然たくさんマップされてしまうのは想像できますよね。15ベースとか20ベースだったら、これ同じものが一ゲノムが3ギガありますんで、同じものがたくさん出てくるわけです。で、シーケンスの長さをだんだん長くしていくと、やっぱりその複数当たるところがだんだん減ってきて、やっぱりユニークな、要するに1箇所にしか当たらないものが当然増えてくるわけです。もう一つは、これはあれなんですね、インサートサイズを長くする。インサートサイズ、要するにフラグメントのサイズを大きくしていくこと。フラグメントのサイズを大きくして、両端を読んだ場合は、やっぱりユニークマップが増えてきます。なぜかっていうと、片方がですね、このデュプリケーションとかリピートでも、もう一つのパートナーのシーケンスがユニークに当たることが、このフラグメントの長さを長くしていくと、要するにパートナーの配列がユニークにマップされるものが増えてくるというようなことです。逆にこのフラグメントのサイズが短いと、やっぱり両方ともリピートとかいうようなことが多いんですね。でも、それからパートナーの配列の位置をだんだんこの離していってやると、まあ、そのパートナーの配列がこのユニークになものになる、比率が増えてきますので、まあ、このインサートサイズ、フラグメントのサイズを大きくしていくと、まあ、ユニークなものの、ポーションが増えてくるというようなことです。まあ、例えば上の方はだからユニークマップの比率ですけども、下の方はこれは要するに、まあ、リードレンクスを長くしていくと、要するにフォルスポジティブですね、まあ、間違ったところにマップされてしまう確率が減っていくというようなことです。でそれはインサートサイズ、つまりフラグメントのサイズを大きくしていくと、このやっぱり間違ったところにマップされる
ものが減ってくるということです。でまあ、ソレクサこれは実際のソレクサ配列で、まあまあ、これがファスタ Q のフォーマットという、まあ、典型的なフォーマットなんですけども、まあ、ちょっとだけ説明しますと、これが、まあ、シーケンスの ID ですね。でこれがベースコールされた配列です。 HGG の配列です。でここにあるのがですね、これはクオリティバリューなんですね。これ今アルファベットで出てますけれども、これを数字に直すと60とか70、80とかいう数字になります。でこの数字が高いほど、このベースコールされた、延期のですね、ベースコールの精度ですね、数字が高いほど要するに精度がいいというようなことです。でこれはですね、言いたかったのはこれ、例えば75延期読んでもですね、1ベース目からこの75ベース目までが全く同じエラーレートかっていうと違うんですね。で初めの方は初めの方の延期というのはこれエラー率がほとんどゼロです。でもある一定の延期を超えるとこれエラー率がまあドカッとこう上がってくるんですね。これ発売当初のまあ初めの頃の、まあ、36延期ぐらいしか読めなかった頃ですけれども、この頃は20延期ぐらいまでが大体もうエラー率が非常に低かった。ところが20延期を超えるとだんだんこうやってエラー率が上がってくる。でまあイルミナもこの試薬とかですね、そういったものを品質の向上に力を入れておりまして、まあそういった努力もあってですね、今この50延期ぐらいまでもエラー率ほとんどゼロです。でも50延期を超えてやっぱりだんだん上がって、まあ75延期ではやっぱり 5% 近くなっちゃいます。でまあこういう、まあ、エラー率のプロファイルもありますんで、解析する人にもよりますけれども、このエラーが高いところですね、こういったところはもう完全にもう取っちゃって、こっちのまあエラーが低いところだけを使って解析する人もいます。なぜまあこのシーケンシングの後になってくるとエラー率が高くなってくるかってことなんですけれども、これさっき見せましたイメージですね、イメージがぼやけてくるんですね。やっぱりシグナルインテンシティがどんどんやっぱりシーケンシングの後になってくると落ちてくる。それでまあ ACDT のまあ区別が難しくなるということが一番大きな要因です。ではこれから実際どんな成果が出てるのかということを説明いたします。一番最初がトランクトーム解析、要するに、まあ、遺伝子の、まあ、転写物ですね、主に遺伝子ですけども、まあ、そのトランスクトーム解析について、説明します。で、まあ、ここのセクションでですね、まず最初にこのマイクロアレイ、タイミングアレイの解析との比較をします。まあ、私もですね、次世代シーケンサー の配列を扱う前は全ゲノムタイリングアレイを使ってチップ解析とか RNA の解析をしてました。でまあタイリングアレイを決して腐すつもりもないんです。ありません。まあ本当にいい結果を出してですね、非常にいいペーパーもたくさん出てます。ですけれども、まあ、結論から言えばですね、やっぱり次世代シーケンサーのを使った配列解析と比べるとやっぱりどうしても限界が見えてしまうようなところはあります。まあ、そういったところも含めながらちょっと説明いたします。まあ、タイリングアレイっていうのはですね、このやっぱり例えばこれは人ゲノムの22番ですけども、そこに、まあ、35ベースごとにですね、この25マーを取り出してきて、まあ、その一つ一つ のフラグメントを、まあ、増幅したものですね、バンドル、要するに束をこの小さなこのチップというものに載せるわけです。まあチップのだからこのどのまあこのチップの中にもまあ非常に微細構造でポジションが分かるようにしてまして、まあ XY コーディネートでXY のコーディネートで区別するわけですけども、ここには例えばこのプローブ4が入っているとか、ここにはこのプローブ3が入っているとかいうようなことがまあちゃんと分かっているわけです。で例
例えばですね、発現している遺伝子のこの どういう遺伝子がたくさん発現しているかっていうのを見るためにはですね、このサンプルしてきた mRNA の配列をまず CD にしまして、それをまあこれをまあ断片化して、そこにはビオチンでまあまあ蛍光色素をつけるわけですね。でそれをこのまあこのタイリングアレイにありますこの DNA フラグメントですね、ゲノムから取ってきたあの DNA フラグメント、ゲノムから取ってきたという言い方もちょっとあれですけども、まあ、ゲノムに対応する、DNA のフラグメントに、まあ、ハイブリさせてやるわけです。そしてそのまあどれだけその、まあ、スキャナーを使ってですね、どこの部分がどの DNA 断片が強力に光るか、まあ、インテンシティを、まあ、スキャンしまして、まあ、どこのゲノムの部分の配列がたくさん転写されているかというようなことを、まあ、検出するわけです。これがまあちょっとそれを図示したものですけれども、例えばまあここにあれですね、これはまあさっきのチップの中と想像していただければいいんですけども、まあ、ここの一つ一つのセルに、まあ、違った種類の DNA 断片の束が入っているわけです。そしてそこにまあビオチンでラベルした、例えばまあRNAのサンプルの断片をですね、ハイブリさせますと、まあマッチするものがあればそこが光ってくれる。で量が多ければより強力な光を出してくれるというようなことです。まあ要するにまあ遺伝子発現の強度の検出っていうのがハイブリと、それからこの蛍光強度の、まあ測定ということで、まあ、2ステップこれがまあ入るわけですね。要するにダイレクトに配列がどれぐらいあるかということを、まあ、測定するわけではないわけです。まあ測定がやっぱり直接、発現している RNA の量を測定できるわけではなくて、ハイブリさせた、ハイブリをさせ、ハイブリダイゼーションをさせて、そしてそのハイブリした、断片の量に対応する、まあ、シグナルが出てくるという、まあ、過程のもとで行うわけですね、この発現強度の。でこれは実際私が過去にやった実験なんですけれども、まあ、この場合は人の遺伝子のクローンを、まあ、クローンの CDNA ですね、CDNA を使ってこれはタイリングアレイの、まあ、強度をこの出したわけですけれども、確かにこのエキソンのところですね、まあ、CDNA ですからこのエキソンのところの配列がまさに出てるわけです。でこのゲノムのコーディネートを見ますと、確かにこのエキソンのところが、まあ、この強度高いんですけれども、やっぱりバックグラウンドの強度っても結構あるんですね。本来だからこのシグナルが出てほしくないところのシグナル強度も結構高い。で中にはですね、こういうふうにですね、まあ、ここは確かにこの、我々が資料として使った CDNA に対応する遺伝子のところで、まあ、ここの2つのこの遺伝子の2つのエキソンはところにあるプローブっていうのは高いシグナルを出してるんですけども、そうじゃないところも結構これ高い強度を出すところがあるんですね。まあ、なぜかっていうと、これは、まあ、こっちがシグナルでこっちがノイズと思ってほしいんですけれども、このシグナルとノイズってのは結構ある程度は明確に区別はできるんですけれども、やっぱりこのかぶってしまうところが相当あるというのがタイリングアレイ、マイクロアレイの現状です。まあ、これをどうしてこうなるのかっていうと、まあ、いくつか原因があるんですけど、一つはやっぱり完全マッチじゃなくてもこれハイブリするんですね。ある程度ミスマッチがあってもハイブリしてしまう。で似たような配列、完全マッチではないんだけどたくさん同じような配列があるものは結構強く光ります。
まあ、あのいろんな、まあ、そういう限界をですね乗り越えるために、まあ、いろんなことをやってるわけです。まあ、あの敷地をいろいろな、まあ、あの処理、敷地の処理でですね、あのこの要するにかぶるところですね、シグナルとノイズがかぶるところを、まあ、できるだけ減らそうとするわけですけども、これまで一応一旦あるんですね。あのこれはヒメトリックス の, あ, のあれに対して私たがやった実験の結果なんですけれども、あのこれは2つの違った敷地でやろうとすると、確かにあのいいことと悪いことがあるんですね。で、まあ、あの一番いいコンビネーションを使おうとするわけですけども、それでもやっぱりこのかぶるところはどうしても出てきてしまうというのが現実です。もう一つがやっぱりこのこれレプリケートを何回もやんなきゃいけないんですね。1回だけだったらやっぱりあの結構値がふらつきますんで、これ2回3回同じ実験をやります。そしてあの2回3回やってくると、確かにこのフォルスポジティブな値っていうのは減ってきます。でもこれもやっぱり2回3回やるってことになりますと、それだけの動力、それからチップをそれだけたくさん使わなきゃいけませんので、あのお金的にも大変です。まあ、こういうあのマイクロアレイタイリングアレイ の限界ってのはこういうところにあるんじゃないかと思うんですけども、まあ、一つはラベリングをして、それをまああのプローブの配列に、まあ、あのハイブリさせて、そして、まあ、あのそれをまたワッシュしたりどうのこうのって、まあ、かなり実験の、手順が2つである。それから2番目がですね、これやっぱりあの必要とされるこの DNA や RNA のやっぱり量が相当多いんですね。やっぱり1回タイリングアレイの実験ですと1回にやっぱり5マイクロ以上必要です。ところが今あの次世代シーケンサーを使った場合、これあの7のオーダーになってます。1マイクロいることはあまりないです。それから、まあ、さっきも言いましたけれども、クロスあのアレイを使った場合はどうしても今クロスハイブリダイゼーションの問題があります。要するに完全マッチじゃなくても、あのある程度マッチしたものはこれ光ってしまうんですね。ハイブリさせて光ってしまう、まあ、それをクロスハイブリダイゼーションと呼ぶわけですけれども、まあ、それでもってまあシグナルがフラクチュエートしてしまう。で、まあ、そういったノンスペシフィックなまあシグナルっていうのを、強制するためにはですね、あの1回だけではなくして2回3回同じ実験をやって、そのクロスハイブリダイゼーションの、あの頻度を減らさなきゃいけない。でまあ、これはもちろんお金もかかりますし、まあ、労力もかかるということです。でまあ、これは、まあ、3、4年前の数字ですけども、 全ゲノムタイリングアレイで例えば、3回テクニカルレプリケートを取ってっていうのは、同じものをだから3回測るってことですね。それやると、まあ、200万超えます。かたや今次世代シーケンサーを使って、例えばアレイマッピングですけども、これ1年を使うだけで十分なんで、おそらくもう値段的には10分の1とか7分の1ぐらいのコストです。でまあ、実際あのシーケンスを実際出した場合には、まあ、テクニカルレプリケーターは取る必要はありません。それは後でもう一回説明します。やっぱりあのコンピューター解析的に言えばですね、やっぱりアレイのシグナルってはなかなか処理が難しいんですね。これ一回一回やっぱりこのベースラインが変わるんですね。で、まあ、そういったシグナルの、まあ、ノーマリゼーションもやらなきゃいけない。それからやっぱりあの敷地の、まあ、スレス敷地のまああの組み合わせでもってあのシグナルとノイズを区別していくわけですけども、そういったやっぱりスレッソールドのパラメタリゼーションっていうのも結構複雑になってくる。やっぱりあのトライアルエラーが相当入ってきます。でやっぱり一番大きなあの限界っていうのは、あのどういった配列が発現してるかっていうのはアレイの実験ではよくわからない。その近辺の配列があの発現してるってのはわかるんですけども、一体だからそのなんていうんですかね、ここからここまでの配列があの発現してますよってことは分かりません、まあ、それが一番大きなあの限界ではないかと思います。まあ、そういうことですので、まあ、アレイの実験というのは大体、まあ、あの大まかな目安をつけてですね、大体、まあ、あの実験非常に重要なことを言うためには PCR とか の,、まあ、あのベリフィケーションの実験が必要になってきます。でまあ、あのこれから次世代シーケンサーを使った、RNA マッピング、要するに発現解析ですね、発現解析、それから、まあ、オルタネイティブスプライシングの解析についてちょっと紹介をいたします。まあ、このペーパーで、まあ、これが2007年に出たペーパーで、おそらく一番最初の
アレンジマッピングの実験の、リポートだったんですけども、まあ、次世代シーケンサーの、を使ったこの、まあ、RNA セクと言いますけれども、この発現解析はもう、マッピングをすればあとは大体もう、そんなに難しいことをやる必要はありません。要するにどの遺伝子とどのエキソンにどれだけのリードがマップされたかを測定すれば大体も足りるわけです。で例えばですね、これはこのエキソンには3つ、この遺伝子には3つエキソンがあるわけですけれども、これがこの長さっていうのはこのどれだけのリードがこのゲノムのこの位置にマップされたかっていうのはこれ示しているわけです。でもこの人たちはこの脳と、肝臓とそしてこの筋肉、この3つのですね、組織について同じ実験をやったんですけれども、まあ、この、まあ、ソレキサ配列を使った RNA マッピングの実験で、まあ、こういう TC スペシフィックに出ているこの遺伝子についてもはっきり、検出できるというようなことが分かりました。それからさっき出てきましたこのテクニカルレプリケートですね、左上の表をちょっと見ていただきたいんですけれども、これがあれです、同じサンプルに関して2回シーケンスをやった結果を比べてます。まあ、これをテクニカルレプリケートと呼ぶわけですけれども、要するに相関値が 0.96、 もうほとんど1です。要するにまあさっき言いましたけど、タイリングアレイとかマイクロアレイの実験というのはこの再現性があまり良くないんですね。ですけれども、この次世代シーケンサーのデータを使ったRNA マップの実験ではもうテクニカルレプリケートをやる必要はない、1回の実験だけで十分足りるということがこれで言えるわけです。そしてこの C のところを見てほしいんですけれども、この言っちゃい発現解析で見たいのは一体 どういう遺伝子が強発現していて、どういう遺伝子が、まあ、弱い発現をしている、あるいは、まあ、発現していないというようなことを区別したいわけですけども、このやっぱり発現できるこのレンジですね、これが5オーダーあるわけです。要するにこの場合0から10の4乗までの範囲でそれが比較できるわけです。強発現しているもの、中程度に発現しているもの、弱く発現しているもの、あるいは発現のないもの、そういったものをある程度この精度よく分類できるわけです。要するにそれをダイナミックレンジと呼ぶわけですけれども、まあ、ダイナミックレンジが最低 10の4乗はあるということです。でこれがですね、対してマイクロアレイの実験を使ったテクニカルレプリケートの再現性の比較です。これはアジエントのアレイを使いましたんで結構再現性はいいんですね。アジエントのアレイっていうのはプローブの長さが60塩基ありますので結構長いんです。長いってことはこれ比較的再現性がいいんですね。例えばアヒメトリクスのチップですとこれ25塩基です。で短いとやっぱりハイブリがしやすいんですけども、やっぱりシグナルがふらつきます。でこれはアジエントのアレイを使って結構再現性がいいものですけれども、一番良くて 0.9 ぐらいです。で右側にあるのが 0.8 と、まあ、相当落ちてきます。ただこれは結構いい方でして、ひどい時はやっぱり 0.7 で切ることもあります。要するに同じサンプルに関して同じ実験をしても再現性がこの程度だってことです。で Y 軸にあるのがこれが要するにダイナミックレンジですね。それはさっきの RNA マッピングでは10の40だったと思うんですけども、それが2分の1、要するに10の2乗なんですね。オーダーオブマグニチュードはたった2つです。要するにこの発現強度というのもこのあまり精度よくは測れないっていうことです。まあ、この人たち、まあ、さっきと同じペーパーの結果なんですけれども、これはタイリングアレイの結果と比べてます。
まあ、谷川の結果と比べると、まあ、全く相関がないわけではなくてですね、約まあ、0.6 ぐらいの相関はあるということです。でもこれ上と下で何が違うかっていうと、上はだからこれユニークパープだけを使ったんですね。で下はこれは2箇所以上マップされるものも使って、まあ、それも彼らなりに数字をプロセスして使ってるんですけど、まあ、そういうものも含めるとこの相関がまあ 0.69 とかいうふうにまあ若干上がるというようなことのレポートです。まあこの頃は25ベースが、まあ、配列上で非常に短かった、そしてですけれども今はもう75とか100ベース読めますんで、おそらくユニークマップだけを使っても結構いい結果が出るんではないかと私は思います。以上が発言解析の結果です。